人はなぜに運命を頓行に委ねるのか。日取り、時取り、方取りにはいくつかの方法がある。これに縛られて行動する必要はないが、しかし、あえて捨てる必要もない。縛られたくはないが捨てきれない。それが人の差が。これはそんな理詠、孔門体に出てくる体操と理性のやりとりの一幕を切り取った物語である。大僧様、お呼びでしょうか。ほう、大僧じゃ。いやいやいや、はい、理性参りましたけども。おう、理性よ。はい、まあ、ずっと思ってんねんけどさ、はい、まあ、あの占いとかトンコ、あの類のもんさ、うん、もう廃止していこうと思うねん。いやいやいや、それはまずいですよ。あれが世の中を悪しとる。いや、そんなことないです、そんなことないです、そんなことないです。なんで廃止したんかも。あれ未来言ってたよ、お前、昔。あんなもん信じるやつアホや言ってたやろ。いや、確かにね、おう、確かに昔のね、その中国の王様が、うん、そのどっか敵を倒しに行こうと思った時に、ね、家臣からちょっとこの日はあんまり運が良くない日なのでやめときなさいって言われたところもあるんですよ。おう、だけどその王様はその自分、いや、これはね、俺にとってじゃなくて、うん、敵にとって悪い日なんだっつって出陣した結果、うん、結構倒すこともできたりしたんですよね、うん、なのであんまり当てにならないっていうのは確かにそういったところはあると思います、うん、だけどかといって捨てるわけにはいかないんですよ。あんなもんがあるからあかんと思うけどな。いや、まあ確かにね、あれをめちゃめちゃ信じる将軍とかがいたらそれは良くないですよ、うん、さっきの例もありますんで。なんですけど、そのね、一般の兵卒ですよ、うん、彼らね、結構そういうの信じるんですわ、うんうん、でそんなんで惑わされたのがあかんねやって。いや、だからうまく利用しちゃえばいいんですよ。ね、どういうことや。いやいや、もしね、いや、今日はちょっと敵がちょっと強すぎるっつって、兵卒たちがうわーやばいっつってね、うん、なんかこうビクビクしてたとするじゃないですか、うん、そんな時に、うん、今日はこの方角に行って、しかもこの日取りであれば俺絶対に勝てるっていうと、そうかっつって、うん、もう息をようとね、死にに行ってくれるんすわ。うーん、まだでも今の時代そんなみんな信じるかな。いや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 、信憑性がないよな。いや、だから信憑性が本当はないんですよ。ああ、だからもちろんね、その主君のような聡明な方は信じないと思います。ああ、でも一般の兵卒たちはね、一般のピーポーたちは、ああ、もう余裕で信じちゃうんですわ。だからそういう逆手にとって使ったらいいんですよ。信じるかな、あの亀の甲羅がどう割れたかで何が分かんねえって話だけどな。いや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 、ね、それもなんかまがまがしくてそれっぽいじゃないですか。なんかね、この木のねやつってうわーってやって、こういう風にやってこう出てきたものでね、こう発見とかやるじゃないですか。あれがね、もうそれっぽいんすよ。いや、そういううさんくさいのほんま嫌いやねんな。ダメですか。めちゃめちゃ使えますよ、ほんと。なんかそのな、嘘くさい、嘘くさい、もうやめてったらいいんちゃうかなと思う、ほんまに。でもどうやったらいいんですか。じゃあそういう兵卒とかね、そうやってこう騙すのに。いや、もうそんなんやめてしまおう。もうイライラ、そんなんは。ほんとっすか。うん、もうそういうものは廃止していきながら、もう実力主義で生きていこう。まあまあ合理的ではありますけどね。わかりました。じゃあちょっともうやめるようにちょっと言っておきますわ。おい、ちょっと待ってくれ、はい、今じゃないねん。今言うたらあかんぞ。なんで。今日仏滅や。そういうのはな、大安の日に言うのがいいから、大安の日にみんなにその触れを出してくれ。今はあかん、仏滅はやめとこう。まあ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 、でもね、さっき言ったよ通りですし、まあじゃあちょっと北の方にまあ司令がいるので、そこのとこちょっと行ってきますわ。ちょっと待って待って待って、北に行くねと、一回西の方回ってから行けよ、お前。なんでですか。いや、方位が悪い。これでうまいこといかへんのか。もう直直で北行くとよ。そういうとこ大事にしながら伝えていけよ、お前は。いやいや、まあまあ、でもちょっと時間もねないですし、ちょうど今2時ですから、今から行きたいなと思います。いや、時間が悪いやないか、お前は。時間が悪いのじゃ。はい、知らんのも2時はあかんって。はい、いや、2時に来てたかも、絶対やったらあかんから。めっちゃ信じとるやん。
くれ